なんか僕は初めてその、まあ、死みたいなものをなんかこう不穏な言い方になりますけど、すごく近く感じたですね。それはなんかこう今まで、まあ、幸せなことにあまり近しい人が亡くなるという体験がなかったんですけど、まあ近い人が亡くなったり、そう、まあ、うん、あとはやっぱりね、すごく偉大なミュージシャン、あのそれもまあ例えば自分が影響を受けた音楽家の方が亡くなられることとか、僕たちがまさに青春時代にこうわーっと憧れてた人たちが、うん、たちにその順番が回ってきていると、そっか順番なんだなと、うん、なんかそしてその自分にもその順番が回ってくるっていうことをなんか当たり前のようにこう受け止められたんですね。それでちょうど僕もあのアルバムを作っているタイミングだったので、このアルバムにまあぜひ大和監督のお力を借りたい、もう少し言うとその今回のそのアルバムの、うん、割とその根幹というか、うん、その大和監督に映像化されるべくしてできる曲みたいなのがあるんじゃないかというので、まずできたのが最低な友達っていう曲。それはもう大和監督に映像を与えられることを前提として生まれた曲でした。はい、はい、やっぱり結果リアルタイムではそう感じていなかったんですけど、自分自身が死にうるっていうこと、親しい人が死にうるっていうことをすごく近接して類似して類似的にずっと考えている期間っていうふうにもリアルタイムでは思っていなかったんですが、まあ、ひとまとまりの期間として振り返るとそういう時間をが流れていて、たくさんの方にとって生まれて初めてだったと思うんですが、でも本当に割と人間の事情関係なく、やっぱり、まあ、約束通り約束を果たすっていうことで必ず死っていうものが人間には訪れる、それが人間の事情には一切関与せずに行われるっていうところが死のミソで、やっぱり、考えた後に、何かちょっとメイドの土産にはい、ちゃんとこの気持ちが残ってる中で志麻さんを撮らせていただきたいなと思って、ただいろんなタイミングもあるのでそんなにどうかなと思ってたら、今ちょうど今これからアルバムを作るところなんだよって志麻さんに言っていただいて、あ、じゃあもうすぐ桜も咲くことですし、桜舞い散る中で志麻さんを撮れたらなんか本当によくできた嘘みたいに、それ以上ないタイミングでしたね。まあおそらくその今回のそのまあ、最低な友達に始まる連作は物語としてその死っていうものに自分がなんとかこう肉薄してみたいという、迫ってみたいという、だから複製されるわけですね。自分に訪れる死はおそらく1回で、うん、それをデモンストレーションのようにさまざまな物語を用いて複製する、その物語はきっと光を当てられるであろうという、前提があって生まれているので、これは自分の中であんまり今までなかったパターンなんですね。映像のために作るっていう、でしかもそれがまあ主題歌とかそういうね、その映像の世界にこちらからどうぞとこうお送りするものではなくて、物語と映像が、うん、与えられているっていう、うん、その幸福な形を僕は、うん、見るという、すごく柔軟そうにもなった。うん、複雑なこの、うんうん、
ずっと循環してますよね、うん、そうですね、はい、でそこに僕がまた、うん、そうなんですね、はい、入れ子構造のようにいらっしゃって被写体として今度はそこにも出るという、うん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 、ですね、すごく不思議な体験だったことはもう確かですね。まあ、最低な友達っていう曲をまあ書いた時にまあそのさっきもちょっと話題に僕がしたんですけど、その近しい方が亡くなったっていうのは新藤光雄さんっていうアートディレクターの方で、だからもう本当にねもうそれこそもう功績を十分すぎるぐらい残された方だから。誰もそんな残念だったねなんて言わないですね、うん、もう本当に、うん、みんながそのね新藤さんの作品に愛着を持ってこれからも多分ね愛され続けるであろうという、だからきっと幸せな、ね、人生と言われる、うん、でまあなんか僕はその人がいなくなったっていうのを曲にしようと、なんかそこからまあ、結果的にアルバムになるんですけど、まあ、来たるそういう新しいアルバムはこの曲から始めようと。でそのこれはなんか僕のそういう、まあ、作詞作曲の時の癖みたいなもんなんですけど、それがどういう関係であるかっていうのをあまり具体的に書かないタイプなんじゃないかと自分では思うんですが、それが友情であるのか恋愛であるのかっていう、そういう具体的なまあところは僕はあんまり多分はっきりと書かないタイプです。それをまあ異性の関係と異性同士の関係ととってもいいし、それがうんどういうふうにも取れるように僕は書いたつもりなんですが、大和さんから最初に送られてきたプロットが、まあ、いわゆる、同性の、まあ、すごく親愛な感情っていうところが、でそれもまたそれは友情とか恋愛とか何か名付けられるものではない、すごく親愛というような2人の関係っていう、なんかそれが見破られているというか。うん、まさにその通りの、うん、捉え方をしてくださったなという思いでした。した僕もまたあなたのものでした。あ、はい、僕が新藤さんに書いた、まあうん、お礼の言葉というか、うん、なんか驚かなかったんですね、最初ニュースを聞いた時で。しばらく考えるとその新藤さんの、まあ、生前の最後の、まあ、回顧展というか大きな展示があった時のそのタイトルが Be My Baby っていうタイトルで、うん、僕のものになってということをタイトルで、うん、伝えられていて、その時は気づかなくて、そうたくさんの人にね、アートディレクターの方はいろんな、まあ、新藤さんは特にもうさまざまなミュージシャンを今まで写真に収められたり、そのパッケージにデザインされてきて、その度に新藤さんは、うん、僕のものになってってきっと、うん、心の中で思われてたんだなと。だからそう僕もまた新藤さんのものでしたという、うん、思いがあってですね、そういう、うん、曲のつもりで書きましたし、うん、大和監督はそれを、うん、もう過不足なくそのまま、うん、理解してくださったんだなというのがビデオを見て分かります。鹿島さんはいつも撮影の現場で本当に心身を差し出してくださっていて、うん、そのありようは本当に一体どこから来ているんだろうって思うくらい、島さんの存在が現場にいつも浮き
立って見えてすごく捧げられているっていう感覚がものすごくあって、今回志麻さんの音楽に一歩足を踏み入れさせていただいて、やっぱりそういう支配、非支配というのかな、やっぱり志麻さんはどうしても一人ぼっちで、ここでこう人と対等に、対等な、なんというか対等じゃないなって思うんですよ。あの僕のものになって志麻さんが音楽に対してしている姿勢を表す言葉でもありますし、それがきっと転じてそれを普段やら思う存分に本当に体の端々まで音楽に対してそういう風に関わってるからこそ反転して映像やアートワークや別の芸術表現に、次は非支配のものとして非支配者としてこう到来されるというか、なのでそういう志麻さんの在り方にだんだん支配非支配の関係性が映像の人物同士の勾配として強まっていくっていうところも、何かこう志麻さんの在り方、姿勢から呼吸のされ方から無意識に影響を受けていたものだなって、今お話をなんか Be My Baby の話聞いて、でも確実にそれがあったんだなって感じました。桜が散ることは春の死のメタファーですよねっていうことを春にお話しした、4月にお話しした時に、はいはい、あの志麻さんはすごく君いいこと言うねっていう目をされてました。